さあ本日の林選手のデッキ、なんと外科的テキストメインから4枚投入されているという青黒ライブラリーアウトになります。まあ、この時点では死の影とかそっち系かなと考えてもおかしくないですけど、まあこの後汚染された三角巣から湿った墓、ちょっとどちらが有利なんですかっていうのがね、なかなかマッチ全体で見るとちょっと林選手の方が有利かなと思うんですけど、うん、サイドボードの枚数がちょっと違うので、特にトレッチに対して、うん、重要になってくるのが墓所への乱入ですとか、そうですね、墓地のクリーチャーを一掃するカードですとか、うん、そういうのがさあカニ燃焼体のカニ登場で神小田はこの表情、何ですかそれはと。神かと。さあ頭を抱えてしまう。これはさすがに想定していない。いくらモダンというフォーマットが多種多様な環境とはいえ、燃焼体のカニからスタート。まずは調査、あ、進行なきモナーサイですね、こちらからのスタートになります。ただ神は序盤の展開も文句なく動けそうですね、うん、強血鬼と、秘蔵の包合体とかたくさんあるので、はい、いやーいい顔見せていただきましたね。そうですね、まあ、ただ本当に中途半端に削ると小田選手がアシストを受ける形になるので、この辺も難しいですよね。さあまずは2枚ディスカード、うん、強血鬼と秘蔵の包合体です。次のランドセットからこの2体が帰ってくるかどうかというところもあるんですが、さらに林選手がその戻ってくる動きアシストする可能性も大いにあります。こうすると本当にちょっとカニぐらいだと相手に起動しづらいですよね、うん、もうドレッジということは分かっているので、3枚とかそれぐらいの中途半端な枚数をメインで削るだけっていうのは、さあここ自分自身のデッキを掘る方を選択、もうこうせざるを得ないというところ、そしてデッキがボロボロボロと逆に相手に判明していく、ただ分かったところでというところも小田選手にはあります。さあ燃焼体のカニ、土地を一つプレイするために上陸が発動、プレイヤー一人を対象としてそのデッキを上から3枚墓地に置くというテキストになります、うん、さあフェッチ2回発動からの6枚削りからのアズカンタ、もう今ので、次のターンには変身すると、こういうギミックも確かにありですね。まあ、ただちょっとこれは苦しいですね、ちょっとカニを相手に起動できないというのは林選手としては不本意な展開かなと思います。そしてランドセット強血鬼が戻ってきます。さあここでさらなるドロー、そしてディスカード、もうバッチリですね、発掘カードもしっかり落として打点もバッチリ、うん、あとは発掘が連鎖すれば、さあここでインプもめくれます。小田選手もあまり勢いよく発掘しすぎるとっていうのでちょっと今考えてるんだと思うんですけど、まあもうしばらくは大丈夫そうですけどね、まずは自分の展開しっかり追求して相手を数ターンで削り切れるように。打点すごいですね、これまためくれましたか、一気にナルコメーバ、そして秘蔵の包合体、ここがめくれ上がります。もう包合体が3体返ってくるんで、うん、遅くともあと 2ターンあれば、こういう動きになってしまうともう一気に苦しい、ハイヨル恐怖との戦いでもある。さあここはアズカンタ裏返してワンチャンスを狙いに行きますが、ちょっとこれはドレッジのパーフェクトな動きになってしまいましたね。そうですね、やっぱり中途半端に削ると、これをさらにアシストしてしまう格好になるので、林選手も自分のライブラリを削ったりしてたんですが、
まだまだライブラリたくさんありますからね、ちょっとライブラリ削り切って勝つにはまだ先が長い。さあこういう対決になるとライブラリデッキの枚数も知りたくなってきますが、あまりに多く変動するのでスタッフが病んでしまいます。でもまだまだたくさんあると思うので、林選手としてはちょっとまだ削り切るには至らないので。ちょっともう序盤のめくれ方でドレッジ自体も温存できるような状態にもなってますね。そうですね、さっきドレッジするかもう早速悩んでましたけど、さあこれは正気ベラシエンチャントプレイヤーです。今3枚落ちたのでもう3枚、これがこのターンのね墓地に置かれた枚数というこのテキストに再び神硬直そのカニの軌道分があるのでこれがまずは確約されると。ただここでハイヨル恐怖めくれます。まだ35枚ぐらいありそうですね、うん、結構デッキリストとしてはね、まあ、どういった意図があるのかっていうところも難しいところではあるんですけど、選手のかなり個性的なんですね、うん、普通は藁の端とか入ってるのが多分一般的かなと思うんですけど、うん、そういったカードも入ってないのでどちらかというとコンボ特化というか罠師の引き込みまで入れて書庫の罠を起動させに行ったりですとか、あと呪文ハメに関してはおそらくなんですがもう単純に時間を稼ぎたい、テンポ重視、ちょっとその辺は難しいですけどね、ぜひ聞いてみたいところですが、うん、さあ小田選手もう早速ドレッジはしなかったですかね。もうここからは自身のデッキ、そしていやこれがもうひとたび盤面できるとドレッジ側が選択できるっていうところが大きいですね。まあ、ちょっと落ち方にも依存するんですけども、序盤でクロックをしっかり確保できてたんで、今回はもうこれ以上ライブラリを削らずとも、また今回この第一ゲームから書庫の罠が林選手の墓地に置かれているということで、次のゲーム以降は小田選手フェッチの切り方も繊細になっていく可能性があります。そうですね、もうちょっと今発掘を始めてしまうとこの正気ベラシのカウントも大事になってきますよね。もう単純に倍ですからね、うん、ただハイヨル恐怖という新たな武器もあるので、うんうん、さあここでは全て削り切るには至らず致命的な一押し、こうなるだけでハードルが高いですね。最後外科的適質でハイヨル恐怖も追放しないと死んでしまうので、うん、まあ、そういう意味ではやはり先手を取って落として取り除くっていうアクションを取りづらい状況になるともう一気にライブラリアウト押し切られてしまうような流れですかね。そうですね、もう盤面のクロックがかなりすごいのでこういった展開になってしまうと、林選手なのでできればやっぱり外科的適質を含むハンダが欲しいですね、うん、まあ、この1戦目に関してはどんな相手が来るか分からないという状況ではあったのですが、次の 2戦目のメイン戦、こちらは外科的適質への依存度が相当高くなりそうです。多分残りまだ30枚ぐらいはあると思います、うん、ライブラリーですが小田選手のライブラリーは、まあ、そうなると複数で打たなければいけなくなり、ハイヨル恐怖のめくれるパーセンテージもどんどん上がっていくと。ハイヨル恐怖確か追放能力にスタックで外科的適出すると能力を解決できなかったはずなので、なるほどなるほど、
なのでこのターン外科的摘出プラスライブラリを削り切ることができればかなりちょっと現状のリソースではハードルは高そうですが、うん、まあ、ここ小田選手としても積極的ドレッジによって配慮恐怖めくりに行くっていうパターンも当然考えられはしたんですが、まあ、何より相手のデッキがまだ分かってないっていうところで安選択取ってますよね。そうですね、まあ、今回はもうライフが3位以下なんで、うん、次はドレッジしてもおかしくないですが、まあ、できる限りそこの部分を重視していくと。さあここで面正体のカニ上陸がまず回起動、もう燃焼は多分打てるところまで行った時点で負けなので、もうこのターン削り切れるかどうか、うん、ここでフェッチも起動して残りライフ1まで落ちています。ちょっとこの第一ゲームに関してはまあ相互作用といいますか優勝プレーといいますかそこの部分が刺さりやすい流れではありますよね。ドレッジ側に効かないという、うん、一応奇跡が起こるとすれば今9枚ですかね。で廃墟の地を、廃墟の地ってあのシャッフル強制なんで絶対探さなきゃいけないんですよ。基本地形を出さなく、うんうんうん、出さないっていうのは選べるんですけど、シャッフルは絶対しなきゃいけないんで、ショコの罠の、罠のコストを絶対に達成できるんで、うんうん、これで無理やり起動という形ですね。なので林選手は今1マナ3ドロー、彼方の映像が手札にあるんで、これで外科的が引ければ足りそうに見えますね。12枚落としてまだちょっと足りないか、12の26で、あ、じゃあ24か、24で私ショコの罠とか、まあ、外科的摘出プラスもう一回削る何かがあると林選手逆転できそうに見えますね。まだワンチャンスがあるということですね、うん、ここでの上陸もかわさなければいけない。いや、ここであれですね、その仮に3枚の中に、ハイヨル恐怖があった場合は対応して3枚を、うん、3枚引く彼方の映像を打ってそこにあるかどうか。さあここでもありません。さあここに外科的ともう1枚ライブラリ削る何かがあるか。さあ彼方の映像3枚ドローですね。いずれかの墓地に20枚以上のカードがあるとアンセストラルリコールという凄まじいドローカード、そしてデッキに噛み合ったドローカードなんですが、ちょっとなかったですね。外科的が、うん、最低でも外科的は絶対行ったんで必要だったんで、うん、さあまずはメインボード、衝撃のメインボード戦と言っていいでしょう。ドレッジ VS 青黒ライブラリーアウト、小田選手、まあ、取りましたがどうだというよくわからない、まだ実感が湧かないというまずは第一ゲームになったかと思います。いやけど今のももう結構小田選手もう圧倒的有利かなと思ったんですけど、最後のターン意外とまだまだ林選手も可能性があったということで、ああやって無理やり起動させるギミックがあるっていうところで、ショコの罠ワンチャンスは全然ありそうですね。廃墟の地は、結構最近のカードなんですけど、ライバルアウトにとっては嬉しい、うんうん、相手に強制的にシャッフルさせるカードってなかなかないので、最後だからあの3枚の中にショコの罠と外科的摘出があると逆転できてた、うんうん、さあ衝撃の小の字がね、皆さん変わっている可能性もありますが、笑いなのかショックなのかというところももちろんね、千差万別人それぞれだと思います。ただこの選手たちにとっては笑い事ではありません。ここから待ち受ける過剰なサイドボーディングなんていうのもありますが、うん、続いてもメイン戦です。そうですね、小田選手がちょっとあのクロックスタートだったんで、クリーチャークリーチャーと落としてそれを場に戻すスタートだったんで、うん、クロックが高かったのがちょっと林選手としてももう少しもう一旦時間があれば全然違う展開になりそうだったので、ちょっと初手のね物あさりが
胸結器と脾臓の包合体というめくれ方からスタートしてというところで、はい、だいぶダメージがね加算する、なかなかいいスタートにはなっています。さあ自己紹介は終わりました。ここからが対策を打てるかどうかのメインボード2戦目です。確かにメインボードの残響する真実なんかも突き刺さるマッチアップタイミングはありそうですね。渋い手札ですね。渋いですねただ初子の罠2枚、まあ、再開中相手がフェッチを切らなかったとしても廃墟の地があるんで絶対に相手に打つことができると。そしてこちらが小田選手の手札なんですが、まあですね、土地1これをキープするかどうか。キープしたんですか、ね、なるほど、うん、まあ、墓地は勝手に増やしてくれるだろうという想定。あ、マリガンですちょっとラムネを手に取ったのでキープしたのかなと思ったんですけどさあ対戦相手は匠と評しました神小田選手。まさに匠のデッキ、青黒ライブラリーアウトを持ち込んだのは林選手。もうデッキも大会では一回も使ってないそうです、ライブラリーアウトは。ただもう今かなりホットなデッキというか神決定戦に向けてのデッキということでここまで温めてきました。そう、この手札土地がなくなりました。まあもう1回ですかね、まあ、もう枚数は本当に関係ないようなマッチアップですし、ドレッチは爆発力があるんで、もう極端な話ね、赤マナ出て物あさり打てればみたいなね。そうですね、まあもう土地土地、ロームとかそういう感じでもいいですし、うん、そういう意味では小田選手は若干マリガンに関しては気楽に行えると。ドレッチは本当にマリガンにはかなり強いですからね。サイドボードはちょっと事情が相手も対策カード入ってくるんで厳しいですけど、さあ今回は土地はありますがどうでしょうか。ちょっとしかしナルコメーバという、ああゴルガリの教官と土地3枚とナルコメーバ、マリガンしてもいい気はしますが、これをどうするか。林選手の判断も難しいですよね。その小田選手がフェッチを切ったからってあの罠をすぐに打つのかどうかとか、うんうんうん、まあ、背景の違うだけに温存してもおかしくないですし、せっかくだったらやっぱり一手で決め切りたいですよね。そうですね、あの相手をアシストすることなく決め切りたいので、うんうん、さあここはこのハンドキープを選択しました。トップはインプ、ドレッチはモダンの中でも一番墓地を悪用できるデッキとして発掘っていうギミックがあるんですけど、はい、もうそれをもう吸い尽くすすごいデッキです。マジック界に結構革命をもたらしたぐらいのキーワード能力、まあ、それだけファンも多いですよね。そうですね、墓地。さあここナルコメーバ2枚目を引いてしまいました。さあセットされている土地、こちら条件、相手のライブラリーのカードが20枚以下だった場合に、この隠したカードをコスト払わずにプレイすることができます、うん、これもローインのカードですね。キューブドラフトだとめちゃめちゃ強いっていう、うん、20枚ぐらいすぐ行くんでそりゃそうですよねまあフォーマットもね多岐にわたりますが、さあここでフェッチ起動、これはちょっともう小田選手としては若干もう罠があったら打ってほしいと、うん、ちょっと求めてる打ち方ですよね、うん、このエンドに打つっていうところも
あ、メインでしたね。さあこれで15 持っているローム打たないですね、うん、林選手はもう少しやはりじっくりじっくり隙を見計らってというプレーになります。これぐらい小田選手の展開がのんびりだったら林選手としてはもう願ったりかなったりなんで、うん、できればこのままのんびりして一撃で削り切れるようなタイミングまで待って、うん、まあ、とにかく小田選手としてもドレッジどのタイミングで活発的に動くかっていうところも難しいマッチアップですよね。そうですね、まあ、ただ先ほどと違って今回はもうダメージクロックが全然ないんで、まずはダメージクロックを何か設置しないと、うんうん、コンボデッキっぽい林選手がどん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 有利になっていくので、そうなるとやはり能動的にドレッジをしていかなければいけないのは神の小田選手の側と。そうですね、しばらくはダメージクロックができるまでは。さあ着々と土地を並べて準備を行います。林選手としては必要性に駆られるまでは、今秘匿しているカードもいっぱいあるんで、うん、まあ、とにかく待てるんだったら待ち続けて、ちょっと今秘匿したカードは弱かったっぽいんですが、残りの2枚がどうなるか。今23枚は好きなタイミングで削れるので、それプラスあの隠してあるカードがどれぐらい削るカードか、ちょっと今アズカンター置くかどうか迷ってますね。残響する真実を抱えているのでもっと構えた方がいいのかという判断になりますが、ここはアズカンターの探索打ちました。ちょっと手前の2枚が何を隠してるかですね、うん、多分不可視の1別ですか、うん、はい、これも引いてたんで、それであればもう一気に30運枚まで行く。今ライフもたくさんあるんで、灰夜恐怖が4枚めくれても大丈夫ですし、うん、ちょっともう1戦目とガラリとねゲーム展開違いますよ ね、 すね。このままゆったりとしていると神小田選手の側にどんどん不利になっていきます。さあ再びフェッチを起動、まあ、それこそあの2枚の中に正気ベラシがあるともうそのまま多分フィニッシュまで行ってしまうんじゃないかと、うん、デッキ削り量がまさに倍になるという素晴らしいエンチャントオーラ、呪いとなっています、うん、ちょっと動きにくいですねドレッチ側も、まあ、ここでローム起動なんですが、手札から手札を貯めることによって燃焼での射程圏内というギミックも含まれています。一応次のターンが来て、まあ、8点打っとけば外科的適質がなかったら、ハイオル恐怖4枚で足りるというふ、うん、ような形にはできますけど、さあ果たして、さあここでドレッチ、灰夜恐怖は2枚めくれました、うん、ここで6点です。今ちょっとドローとドレッジの兼ね合いで少しね齟齬が発生しましたが、問題なくゲームは進行しています。ちょっとここまでねフェッチも林選手使っていないということで、本当に20点をどうやって削るかのゲームになっていますが、まあ、ただ今ハイヨル恐怖が外科的適切されなかったっていうのは一つ、うんうん、今のところなさそうか、そういうところから伝わってきますよね、うん、はい、さあ再びフェッチ設置からの、これは浄土からの生命打っ
って手札を増やして燃焼か、8点あるかどうかですね。ちょっと7点しかないように見えましたが、うん、まあ、1枚使って2枚使って2枚回収という流れになるので、ありますかね、8点あるとどうでしょう。いや7点ですかね。7点ですね。今手札が6枚になって回収して7枚になって、7枚ディスカードで本体7点という形になります。ショコの罠は初手の段階で2枚見えてましたかね。そう、ここはアプローチを変えました。ゴルガリの教官をそのままプレイ、まあ、次のターンに燃焼と合わせて、ハイエル恐怖のレンジに落として、次のターンにはようやく、さあここで、さあ謎のカウントが始まりました。すでに種は割れているんですが、このデッキ総枚数が小田選手のライフとなります。もう今は、ハイオル恐怖が2回来ても死ぬことはないので、このターンは好き放題。さあこのターンフェッチも多数起動している、フェッチも起動しているという状況ですので、このショコの罠はゼロマナで打ち込むことができます。さあもう打ったということは、さあデッキが13枚まずはめくられる、うん、そしてターン終了時には一区も解放される流れ。さあ26枚、うん、多分4、何枚が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14 45枚ぐらいですから多分。そうですね、手札が今5枚6枚残っていて、でリソース的に3,4,5,6,7,8、そしてここ秘匿されるのが正気ベラシ、ズババババッと30枚ぐらいめくってくださいよという合図を送り、今ライブラリーを23枚削った上で正気ベラシ、こちら各終了ステップの開始時となっていますので、メインに書庫の罠2枚打って起動してターン終了ステップを迎えさせようというのが林選手の動きになります。で確かこの段ロームをドレッジした上でフェッチも切ってるんで、追加で4枚ですから、23プラス4で27でその倍、はい、52ですかね。52は最初にドローした段階でもう無理という。そうですさあ林選手、青黒ライブラリーアウトの真骨頂、これがやりたかったんだと、はい、決め切りました。メイン戦最初の2本は1対1、挑戦者も神も一歩も譲らない戦い、これよりサイドボードが開始します。いやけど本当に異次元のゲームですしかも起動スピード早かったですね。4ターン目の相手のターン終了時に削り切るという形になっているので、はい、次のターン迎えたらという形になります。ちょっと小田選手のマリガンはありましたけど、外科的なしでも4ターンキルを、うん、こうやって見ると速度的にはもう何らモダンのティア1と言われるデッキたちとはもう変わらないですね。一歩目は本当に小田選手がドレッジじゃなければ、うん、あのカニもあったんで、もっともっと早く、あのちょっと我慢してましたけど削り切れてた可能性もありますからね。さあということで、まあ本当にお互いの衝撃の自己紹介がありましたが、こちらね、挑戦者林選手のデッキ、こちらちょっとねお名前を、間違えて表記しております、申し訳ございません。青黒ライブラリーアウト、
ちらね、正隆の正の字がねちょっと間違っていたということで失礼いたしました。先ほどね林選手本人からもね指摘があった内容になります、はい、さあサイドボード見ていきましょう。まずは、まあ、追加の根絶、あの外科的摘出とほとんど同じ能力なんですけど根絶と、あとは墓所への乱入という、こちらクリーチャーカードを全て取り除いて3点ゲインという。そうなんですね。なので先ほどみたいにいっぺんにボンって削って、うん、そのクリーチャーたちが帰ってくる能力にスタックでこのカードを打つとそれらのクリーチャー帰ってくることなくとんでもないライフを回復できるので、うん、もう逆転不可能と。もちろんこれね3マナ打てるかどうかっていうところもねあるいはするんですが、そこの部分もショコの罠でうまく解決しているっていう、そういったギミックになっていますね。ショコの罠をゼロまで打つとマナが浮いてる状態でライブラリが減っていくので、うん、そういう意味でも林選手のデッキ、まあ、コンセプトとしてはもうドレッジにも十分勝てるというところも先ほどメインボード見せていただきました。そして対する現モダンシン小田選手のデッキなんですが、これはさすがにライブラリーアウトデッキを対策できる要素はない。そうですね、まあ、ちょっと番号とかは入るとは思うんですけど、ちょっとその林選手が入れる量に対しては物足りないかなと。減衰球とか入るんですかね。入らないですよね。微妙ですよね複数動くみたいな、なんかそこに着目するとみたいな感じですけど、まあ、抜きたいカードが暗黒派ぐらいなので、はい、そんなにはインアウトはできないということです ね。さあそういう意味でもここそもそも何枚入れれるのかというところが神小田選手にとっての難しいところ、まあ、それも含めての第1ゲームのカニ初手あの表情だったのかなと、まあ、そうです。それは多分あると思います。サイド5まで考えてちょっと入れるもんがないなっていうところまで考えていらっしゃったかもしれないですね、うん、対する林選手この現状ドレッジが強いというモダン環境に関してはもう完全に熟知しているということで、青黒ライブラリーアートの側はしっかり対策が取れるような状態になっています。やっぱり神決の利点として慣れてないというか相手が慣れてないデッキを持ち込むとこういうところもありますね。サイドボードをそもそも用意してなかったりとか、うん、対戦経験が少なかったりっていう、うん、15枚入れるはちょっとなかなか取れない気がしますけどねそもそもねドレッジの予想もそうですけども、そういうテクニック昔ありましたね。リミテッドだとよくあるんです。あの削る手段が継続的なものじゃない場合、はい、だから先ほどのゲームを見てもらったら分かるんですけど、林選手的にはゲーム展開が遅かったらライブラリー何枚とも多分削り切れるんで、うん、逆に小田選手としてはその自分が落としたいカードっていうのがヒット率が落ちてしまうということで、そのターンがずる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 いってしまうと林選手、挑戦者の林選手の方が有利になっていくという、そんな混沌としたサイドボードインアウト、そしてマッチアップとなっています。まあ、先ほどのゲームが本当にいい例なんですけど、小田選手としてはその不要なカードを入れて展開が遅れると林選手をアシストしてるのとあんまり変わらないので、自分のライフが増えるよりもそっちの方が致命的なので。さあここお互いのサイドボーディングもかなり素早く決定いたしました。林選手としてはなんか想定している相手と当たってで、まあ、かなりね準備してきたものが出そうなマッチアップリではありますね。ただあのフェアデッキ大好き小田選手をしても現環境最強と目していたドレッジ、この爆発力というところは林選手がいくら墓地対策を積んだとしても難しい部分があるかもしれません。ただここまで外科的テキスト引かないでもこういう速度勝負も挑めるっていうのはちょっとライブラリーアウトこれから人気出そうですね。いやそうですね、いやなんだかんだ結構 5-0 してるんでよく見るデッキではあるので、ただこの個性的な治癒になった理由とかやっぱ後ほどお伺いしてみたいですけどね。かなりサイドボードも含めて個性的なので、うん、先ほどお話のあった罠の橋ですとか、はい、そういったカードも今回取ってないっていうところもありますよ ね。さあ今回はどうだ、土地はある、安堵の再開も持っている。さあここでサイドインは自然の要求入ってましたね。正気ベラシを一応壊せるということで、うんうんうん、
さあそして今回は外科的テキスは打てる、ただここ土地1枚というところがどうか、墓所への乱入も2枚手裏に入ってるんですが、これをキープしていくかどうか。だから血清の原子があったんで、多分土地自体は比較的手に入りやすいんじゃないかなと思います、うん、それも見てキープですかね。そうですね。さあこの初手どういうスタートをするのがいいのか最後まで考えますが、スタートしました。先行は神小田です。最初のドローは彼方の映像。ここで土地複数枚見える形になると林選手としては一気に楽になっていきます。3マナが確定するようなことがあるとだいぶ楽ですね。墓所への乱入、まあ、打つタイミングもね、高校ということでかなり遅めにはなってしまうんですが、小田選手の動きは好調かどうかにもよります。決戦の原始、1枚だけ土地でしたね。さあこれには納得しての、うん、まだまだ十分に小田選手としてもドレッチに向かうか、そういったところも狙えるところではありますが、さあ小田選手は一応緑マナも引けましたね。先ほどは緑マナはなかったんですが、うん、これで正気ベラシの対策カードが生きる形になりますね。そしてアンドの再開、しかしドレッジが今のところはない、うん、こちら追加コストが2枚捨てる、そしてカードを3枚引くというギミックです。燃焼があるんで捨てることは可能なんですが、この後引けば、うん、ただかなりラグができてしまうので、ドローもあまりよろしくないか。叫び角笛をドロー、あとは追加の土地ですね。林選手が秘匿したのは2枚目の書庫の罠、うんうん、そしてターンエンドです。ちょっとどこのタイミングで動き出すかっていうところもお互いビクビクしながら、そうですね、本当にマッチアップですね。さあ角笛設置、これも直接デッキから墓地にカードを置きます。ちょっと先ほどの3ドローでハイヨル恐怖も手札に引いてしまいましたかね。確かに1枚は引いてそうでしたね。相対的に出せる打点というところが小田選手は下がっている状況です。そしてここのラウンドセット燃焼を打つことを想定してのラウンドセットとなります。ここも緑用意するかとかまた難しいですね。多分そこまで大きく関係ないと思うんですけど、さあ強血鬼を期待して先に起動したんですが、ここはそのままキープ、そして彼方への演奏、これは1枚ドローになります。追加の経過的、もう林選手としては3枚目の土地が引ければ何でもいいかなと。さあ引き当てました。ここからは相手の様子を伺いながらというところもありますが、正気ベラシのプレーもあります。墓所への乱入を構えるか、正気ベラシはもう一旦残れば次のターンには多分ゲームが終わると思います。さあただこれには先ほどのハンドでキープしていた自然への要求をメインフェーズ中に打つかどうか一応ですね、誘発するのはターン終了時なんで、林選手にちょっと何かを使わせてからっていう選択肢もありますね。そうすると墓地が超えた状態で林選手の思惑を外すことができるんで、うんうん、林選手が本来倍削れると思って動いて、その半分しか削れないと小田選手が生きてる可能性があるんで、うんうんうん、さあここドロー前に角笛起動、
ライフフロムザロム、ちょうどからの生命がめくれます。これちょっと外科的適質があるので、林選手ももうあんまりこのフルタップの状態で考えると、その手札の外科的適質の存在を相手に教えることになるんで、ここはもうポジティブに打っていきますね。林選手自体も相手のデッキを見るということが非常にこの神決定戦でも重要になってくるというお話、先ほどのインタビューでもありました。さあ手札公開、集団的蛮行、ハイヨル恐怖、自然の要求、そして土地2枚という手札です。まあ、実際ここで手札が見れたのは林選手としては結構大きいですよね。正気ベラシが割られてしまうっていうのを知っていれば、あらかじめ飛び込んでしまうこともなくなるので、小田選手今ダメージソースが完全にない状態なんで、林選手は特に焦る理由もなく、このまま手札の墓地対策を構えつつ、時間が過ぎれば林選手がどんどん有利になっていくと。さあお互いに必要なのは時間ですが、制限時間をかけられるという意味では現状挑戦者の林選手が優位に立っています。手札にまだ墓地対策3枚ありますからね。そうやって考えるとなかなか通したいものも通せないですね。さあここで集団的蛮行、さあ頭を抱えてしまいます、この対策の量。まあでも外科的適質ですかね、外科的落としてこのターン正気ベラシ多分絶対誘発させないといけないんで、もうあれを悪用してライバリをちょっとガンガン削ってっていうのが一番そうに見えますが、さあ墓地への乱入、それは手に取るよねという。まあそうですね、まあでも乱入が生きるようなゲーム展開になったら多分もうどうしようもないですね、勝てないと思うんで、このターン爆発させるしかないんじゃないかなと。さあ本日のデッキリストに関しましては、すでにこちら神決定戦サイトの方で公開されておりますので、そちらも合わせてお楽しみいただければと思います。ここは4枚、正気ベラシの枚数をお互い確認して、このままターン終了時までいくと4枚落ちますよと。墓所への乱入は墓地からクリーチャーカードをすべて取り除いて、取り除いた枚数分3点ゲインというカードになります。こちらプレイヤー1人を対象としてますので、その対象のプレイヤーの墓地ですね。ちょっとこのまま外科的適質があるともう林選手マナーをある程度使うこともできるんで、ちょっとゲームしづらいかなって気はしますけどね、小田選手としてはちょっと苦しいですね。乱入だけにしとくと良くも悪くも3マナずっと固定させられるので、ただ外科的適質が残ったっていうところもあって、まあ、動きやすいのは林選手と。そうですね、最悪まあ0マナで相手の妨害もできるので、ここでターンを得ましたが、今んとこドレッジがないですかね。なのでドローする前に、これは起動ということですね。さあここで出てきた氷結鬼、
さあ先ほどのターンアップキープに起動した叫びつの笛の分、こちらもしかすると最後の正気ベラシ削ってなかったかもしれないですね。いや大丈夫だな、大丈夫です、ね、それと番号の2枚と、ディスカード1枚だったんで合計4枚だと思います、うんうん、ありがとうございます。さあ今セットランドをしたので凝結機帰ってきていいですかと。もうちょっと小田選手としては1個ずつ使わせていくしかないですからね。それでなんとか盤面にダメージクロックを手に入れて、それでの勝利を目指したいというところですよね。難しいですね。林選手も一応燃焼もあるのはあるので、最終的に外科的はあれを抜い、何でしたっけ、ハイより恐怖を抜きたい気もしますけどね。ただまだ1枚もめくれていないというところで、どこまで温存するかっていうところ。そうですね、小田選手の手札に1枚あるのは先ほど外科的適切で見てるので、裏を返すと小田選手としても安易に打てないし安易にめくれないっていうところの段階まで入ってしまうと、いや複雑ですねこれ。ピッチャーもあえて打ってないですからね。小田選手自然の要求があるんですけど、あえて温存してライバルを削るアシストにしているという、これもまた普段のモダンではありえないタイミングでの兆候が、まあそうですね、お互いにねちょっと続出しそうなマッチアップになっています。いや特に小田選手はやっぱりライブラリアウトとはほとんど練習できてないと思うので、この辺は個性的なデッキの強みですよね、うん、さあここは黒マナ払って凶結機追放です。手札は包合体が1枚増えています。これで随分盤面でのダメージっていうところは抑えられてしまいましたね、うん、そうですね。ナルコ名簿ももう2枚落ちてるんで、包合体が返ってくる条件もかなり満たしづらい、うん、さあこんな中で神小田選手としてはどうやって勝ち切るのか。ライブラリアウトは一応インタビューでは、最近のマイブームだと林選手はおっしゃってましたが、そして早いデッキと当たらなければ十分にチャンスがあるというお話もしてましたね、うん、1ターン目から動いてくる相手に関してはちょっと厳しいかもなというインタビューありました。そして本日はデッキの読み合いというところももうすでに公開されてますかね、はい、そちらもぜひ皆さんご覧になっていただければ、今の神決定戦、この進行しているモダン神決定戦もまたより多く楽しめるかもしれません。小田選手ハイより恐怖もう一枚引いちゃいましたかね。そしてもうディスカードしなければいけない状態になりました。ただ外科的テキストを打たせているのでなんとかデッキの中は残りそうかというところ。そしてここのタイミングで正気ベラシは壊します。いやただこうなると地獄なんですね。先ほど、もう一枚、墓所への乱入があるのを見てるので、ここからはもう時間が経っていずれ墓地が膨れ上がった時に凄まじくライフを回復されてしまうので、この自然の要求も4点ゲインが単純に厳しいですよね。そうですね、ちょっと今のゲーム展開では本当にこうなると林選手焦る理由がないので、うん、さあそれも踏まえてのこのマッチアップ、小田選手はとりあえず番号が引きたいですかね。番号を引いて墓所への乱入をどけないとそもそも前に進むことができないですね。さあナルコメーバ、先ほど4回分のアタック回数分回復させましたが、ここで上からプレイすることに成功。真鍮の都を引いて青マナを捻出して、さあこういうプレイになると単純に 3-3 というサイズが林選手にとっては苦しくなるかもしれません。少し急がなきゃいけなくなりましたね。先ほどと違って黒が一気に大きくなってはいるので、
さあ、そしてお互いに動けない状況になってきました。そう、この4点ずつ、これが大いに林選手へのプレッシャーとして成立するかどうか。ここも物あさりフラッシュバック打ち込みます。手札は土地2枚です。これ追加戦力1点とはいえインプも大事いやけど燃焼もあるんで、これでもう立派な2ターンクロックで10点10点燃焼で。さあ、しかしライブラリーがこの間にこれで20枚切ると削り切れそうですね。多分切りますよね。さあ、ここで起動に至ります。ごまなから上からの13枚めくり。もちろんここでクリーチャーめくれると墓所への乱入での回復もありますので。ただもうこのタイミングで枚数を数えて打ったってことはもう次の自身のメインターンで削り切れる。そしてハイヨル恐怖が1枚、うん、ただここはもう林選手にとっては誤差でしょう。もうそういうゲームじゃないですよというところが見えてきています。もう多分小田選手余裕でライバリー20枚以下になってると思うんで、1クランドの条件も達成してで1枚は初期の罠だったんで、もう1枚も削るカードであれば、そしてダメ押しの彼方の映像、ここの3枚ドロー、これで盤石にできるかどうか。さあ、まずは1枚起動、初期の罠、もうドローがあるのに先にこっちを起動したということはもうすでにこれだけで足りてないと。さあ、ライブラリーアウトの真骨頂を見せ続けます。挑戦者林選手が先に神への王手をかけました。いやー、これは本当にちょっと小田選手としてはやりづらそうですね。自然の要求もあったけどそもそも考えても答えにたどり着けるかどうかっていうところがかなり難しいマッチアップ、まあ、やっぱりちょっと自身の展開がいまいちだったんで、あれはアシストに使って、うん、ライバル削ってってのはいいプランだったと思うんですけど。さあ、墓所への乱入、再びカードのチェックを行いましたが、ただ行ったところで打たれたらどうしようもないタイミングがやはり存在するのがこの墓地対策となっています。いや、実際本当にライフゲーム、自分がビートダウン側で打たれた時の気持ちはもう本当に何と言っていいかな、とんでもゲイン量とんでもないんですよねライバル削って打つんで。変な話、2桁あっという間にいくこともね、26点とか回復することもよくあります、うん、そうですよね。さあ、林選手はよどみなくサイドボーディングを行えますが、小田選手はまだまだ首をひねりながらの対戦となります。追い詰められたのは神小田選手です。今回は自身で闇に染まってしまったと評するほど、このドレッジモダンにおいて最強だという自負ありましたが、その上を行く林のこの作戦によって追い詰められています。ちょっとサイドボード後はより厳しい印象になりましたね。うん、そうですね、やっぱり墓地対策追加でさらに3枚用意されてたんで、うん、でそれに対してサイドボードが少ない小田選手という構図なので、これもまた神の面白さでもあり難しさでもある。本当に全てのデッキにしっかり対策しきるっていうのは下のフォーマットであればあるほど難しいので、まあ、15枚締まりがそうですね、もうどこまでも厳しいですよね。いやー、小田選手何度サイドボードを見てもこれではライブラリーアウトには苦しいという、ただ最前提を求め続けます。
まあ、ただもう相手の手札に毎回ギガ的適質があるわけでもないんで、もう本当に序盤にクリーチャーを一歩目みたいに落とし切って高速ビートダウンできればと、うん、そういう意味では本当に1戦目我々にもね、このドレッジでのライブラリアウトの勝ち方っていうのを見せてくれましたよね。どうすればこのドレッジが勝ちパターンにはまるかどうか、その1戦目の焼き直しをぜひとも神小田選手としてはやりたいところです。どうですか、先ほど1回前の時はサイドボード12枚に見えましたけど、ちょっと増やすというテクニックをもしかすると、うん、最後に僕が見た時は12枚でしたね。だからメインボード少し3枚分増やしてる、うん、まあ、若干のワンパンチっていうところですよね。そうですね、まあ、アンコカーは抜いていたんですが、自然の余裕をまあ入れるためのちょっとスロットっていうのはそこまで必要以上に割かず、あとは番号分ですかね、うん、その分で3枚増えてる。神小田選手もここでサイドボーディング決めました。そして若干緊張しているというお話もしていた林選手ですが、この状況にてこの涼しい顔、後ほどまたね、試合が終わった後のインタビューも楽しみではありますがこの一戦どのように転ぶか皆さんと一緒に見届けたいと思います。さ、かなりいい手札、そうです、ね、見えますかね、うん、強血カードあり強血キャリーと、うん、そしてこちら林選手の手札がどうなっているかによってもこの消毒ありますが、外科的適質は握っています。徴用、徴用渋い。さあピッチで打てる相手の呪文をコントロールを得るという、ね、そうですね、カウンター打ち消すじゃなくてコントロールを得るという。さあここは信仰なき物あさり、まずはスタートします。あ、失礼、ここは角笛からのスタートですね。これで発掘カード落としてから、物あさり打った方が掘れる量がそもそも変わってくるという。対する林選手は決算の原始、どっちっぽかったですかね、フェッチと廃墟の地、うん、そもそもランドが何枚必要なのかとか、うん、そういったところもありますが、そうですね、最低3枚は欲しいですもんね。そうですね、墓所への乱入とか、うん、さあここではいきなりハイヨル恐怖2連続、まずは6点を叩き込みます。あ、ここでもう2枚だったんで1枚目解決後ということですね。あ、いや、もう1回も多分、あ、そっかそっか、同時ですので、まあ、ここで打っておくと、これでもう今後ハイヨル恐怖が襲ってくることはないと、うん、まあ、外科的適質で合わせたいカードの中でも上位に入る、そうですね、このマッチアップにおいては。そしてサイドボーティングもそこまではがっつり確認せず、これはしかもどうですかね、物あさりを取ったりもありえるのか物あさり徴用ってことですか。そう
そんなプレー僕が生きてるうちで見られるとは思いませんでしたけどもさあその可能性も含む手札になっています。まあ、ここでドレッジが落ちなかったら多分放置すると思うんですけど、ドレッジが落ちた時にそれを選択するかどうか。さあここただいま小田選手のアップキープです。そのままドローを選択。2枚目の角笛。これ発掘が落ちると氷結機。手札の氷結機もありますので、まあ、先にもう一回角笛出してですかね。あ、なるほど。クロックが最も早いのはこっちですね。氷結機が絶対に墓地に落ちる。あのこの間も大事ですよね。林選手ここで何も考えず OK っていうと経過的がないのがバレてしまうので、うん、これたっぷり考えることでこれ単純に OK という合図。燃焼とナルコメーバーのドロー、そして2枚ディスカードをどうするか。手裏にはインプ、そして氷結機2枚目があります。ここはインプと氷結機ランドセットで上陸。角笛置いて濃厚なターンを得ます。素晴らしい。先ほどセーラムビジョンで戦術両方上だったんで、うん、対戦相手に対象にとってそれを無効化したと。もうここからは小田選手としては一手一手本当に丁寧に打っていきながらこのビートダウンを完遂したいところです。ちょっと角笛のいいところ出ました ね、 そうですね。相手の戦術を無効化する。ただその2枚送った先が外科的テキストですか。ドロー。いやただもうここまで4点クロックができてるんで今のところはまあ林選手が欲しかった土地2枚下に送ってる方が墓地に置いた方が致命的だったかなと。ちょっと土地がなさそうに見えるんで。さあ氷結機が場に登場したことによって一気に小田選手打点が跳ね上がりました。そしてここはドレッジ。さあ追加のドレッジと秘蔵の方向体。うん、こうなると林選手もしっかりアクションしていかないとまだまだちょっと、ライバルを削り切るのは長そうなので、うん、さあここは方向体回収のためのムーブを追求していきます。もう一度自分に起動、うん、ちょっと何も落ちなかったですね。さあこれであればどうするか。クロックを追加するか。素直にいきましたね。まあここら辺からちょっとドレッジするかどうか考えないともうだいぶライブラリーも半分ぐらいになってると思うんで、うん、1,2,3,4 今35枚前後ですかね。ライブラリーが先ほどの外科的テキストで取られたハイヨル恐怖の分も含めると自分が勝ちに向かっているのかそれとも負けに向かっているのかという判断のポイントもかなり難しい。難しいですね。ここからもう一回行くかどうか。さあナルコメーバーがめくれました。そしてライフロンザロームもここはドレッジにつぎ込みます。次のターン勝ち切るまでは
ちょっと足りないですか、2点ぐらい多分足りない、うんうん、今盤面と燃焼を合わせると、12点は次のターンでもう確定してるっぽいんで、うん、ここはダメージを軽減するための手を打っていきます。そうですね、これで包合体がこのターン返ってこないのが確定したのでかなり軽減できる。ナルコメーバーを外科的摘出。さあただ次のターン4点、ライフ・フロム・ザ・ロームがあって、綺麗にいくと多分あと2ターンでもう削り切れちゃうんで、うん、その間に林選手がライブラリを攻められるのか。さあここで罠師の吹き込み、ショコの罠をサーチする形になります。これもまた渋いカード選択ですよね。渋いですね、罠を手札にサーチする。このショコの罠を見てどう考えるか。林選手のデッキには強制的にこのショコの罠を起動する廃墟の地というカードも入っています。おお渋い渋いが、ここの一句、ちょっとまだ秘匿条件多分まだ足りてないですね。4枚ぐらい足りてない。いやけどこれは本当に燃焼を徴用することもありえそうなゲーム展開にちょっと見えますね。前のターンは小田選手も単純なセットランドでショコの罠の条件を満たさないようにプレイしていました。確かあの外科的摘出みたいなカードじゃダメなんですよね。小田選手が何かの能力で察してないと。さあこれで8手裏を補充します。あなるほど、徴用でロームを取った場合は、うん、あれ対象も決め直せるんですよね。多分対象は決め直せますね、まあ、だからその廃墟の地を回収するっていうプランも取れると、うん、おすごいすごい行きましたライフ・フロム・ザ・ロームを徴用、そしてここでランドを2枚、先ほど血清の原種で上に積んで叫び角笛でデッキから落とされたランドを徴用した状、これで先ほどのショコの罠サーチが生きてくる。そして秘匿の内容によってはもう決まりますね。てか26枚ですか、もう確定してるんで足りそうですけどね。さあ徴用によってこれで決めきることができるのか、ね、さあ動き始めた。強制的にデッキを掘らせて自身は島を幸、手札には罠2枚。さあショコの罠2連続26枚目くて挑戦者徴用をライフ・フロム・ザ・ロームに打つことによっての勝利。すごいですね、素晴らしい芸術的勝利で神の座にたどり着いたのは挑戦者林選手でした。おめでとうございます。